はいどうも、バッシデです。ということでですね、今日はクリエイター塾ナンバー2をやっていこうかなというふうに思うんですけども、今日作るのはオーディオスペクトラムですね。まあ、オーディオビジュアライザーなんていう言い方もするかもしれませんけども、動画などで曲と一緒に、うねうねしている波形。はい、音楽と同期されてうねうね動くやつありますよね。あれを今日は作っていきたいと思います。使うソフトは Adobe の After Effects。なんですが、非常に簡単に作れますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。 Here we go。 はい、それではですね、 After Effects の方の画面にやってきました。新規コンポジション作っていきましょう。新規コンポジションで、コンポジション名はまあオーディオビジュアライザーでもいいですけどね、どちらでも大丈夫です。で、幅を1920、高さを1080ピクセルに設定します。で、デュレーションはですね、まあ曲の長さに僕は合わせてます。今回は5分ぐらいにしときましょう。背景色は黒で大丈夫です。はい、このような画面になりましたね。このような画面になりましたら、今回使う曲をね、配置しましょう。はい、曲を持ってきました。今回使う曲はアンダーグラウンドエコーズっていうね、僕が以前に YouTube でもうすでに発表している曲です。もしよかったらチェックしてみてください。こちらをタイムラインに配置します。一回聴いてみましょう。はい、OK ですね。はい、そうしましたらこのタイムライン配置したあたりでですね、右クリックをして新規、平面を作っていきます。平面の方の名前はホワイト平面。こちら何でも大丈夫です。カラーも白で大丈夫です。このようにね、白い画面が広がりました。平面ができました。そうしたらですね、こちらの平面にオーディオスペクトラムというエフェクトを配置します。オーディオスペクトラムはですね、エフェクトの描画の中にあります。描画の中のスペクトラム、こちらにあるものをドラッグ&ドロップしてこちらに持ってきます。もちろんね、このメニュー画面のエフェクト、こちらの描画の中からクリックしても大丈夫です。こちらにありますね。はい、もしどこにあるのか分かんなくなってしまった場合は、こちらの検索窓の方でオーディオスペクトラムというふうに打ち込めば出てきます。はい、こちらを平面の方にかけましたね、エフェクトを。そうしましたら、何やら点線のようなものが出てきたんですけども、これがまあオーディオスペクトラムの正体なんですが、これを曲と紐付けていきます。こちらのですね、一番上の方にあるオーディオレイヤーというのをクリックして、この左側ですね、ソースとなんか1って書いてあるところ、この左側のタブをクリックすると、自分の配置した曲のタイトルがここに出てますので、こちらをクリック。はい、これで曲とオーディオスペクトラムが同期されました。一回動きを見てみましょう。という感じでね、なんとなくですが、このね、点々と曲が一緒に動いているのが分かったんじゃないかなというふうに思います。でもね、このままだとちょっとなんか装飾的にあんまりかっこよくないので、ちょっと装飾してかっこよくしていきたいと思います。はい、その場合はですね、僕の場合はなんですが、終了周波数2000ってなってるところをまずは900ぐらいにしときましょう。続いて周波数バンドというのが64、デフォルトでは64になってますが、こちらを125ぐらいにしときましょう。はい、ちょっと変わりましたね。その次に最大高さ、最大高さというのはこの膨らみの部分が一番大きくなっている部分の高さをどれぐらいにしますかってことなんですけども、一番大きいところで多分この辺だと思います。この大きさをどんぐらいにしますかってことなんだけど、じゃあこの大きさを850にしましょう。はい、こうすることでもうなんとなくよく見たことあるような波形が出来上がりましたね。一回動かしてみましょう。はい、いいですね。たまにですね、アフターエフェクトを使っていて動作が重くなっちゃったなって言った場合は、こちらの環境設定の方からメディアのね、ディスクキャッシュというのをね、
やってあげてください、キャッシュがたまるとアフターエフェクツは動作がとても重くなりますので、こちらでディスクキャッシュを空にしてあげましょう。はい、 OK ですね。これでだいぶ軽くなったんじゃないかな。はい、ストレージのね容量もだいぶ食っちゃうので、これはポイントとして覚えておきましょう。それから、内側のカラーとかね、外側のカラーとか、こういった色もね自由に変えることができます。はい、そして表示のオプションなんですけども、今はデジタルになってますが、これをアナログラインに変えたり、あとはこの両サイドっていうのを使って A サイド B サイドっていうのをね変えることができます。今は両サイドになってますが、 A サイドにすると上側に波形が今のように動きます。 B サイドというのは下側にね波形が動きます。はい、今回は両サイドにしてデジタルにしたいと思います。はい、はい、こんな感じでね波形の方ができました。まあ、ここから僕は普段は、まあ、ローファイマジックというねコーナーで曲をよく作ってるんですが、このように画像を配置して、この画像は去年の春に、撮った桜の画像ですね。もうすぐ今年も桜がねあと1ヶ月ちょいすると咲くかなと思うんですけども、はい、配置しますね。で、画像を配置した時の注意点としては、今作ったこのエフェクトよりも下に配置するということですね。はい、そうすることでこのエフェクトがねこういうふうに見えるようになります。あとはねこのエフェクトをねスケールをちょっとこう変えたりですね、位置をちょっとずらしたりして装飾していきます。はい、こんな感じでどうでしょうか。はい、いい感じですね。といった形で簡単にねオーディオスペクトラムっていうのはできますので、ぜひねやってみてください。ちなみにですね、このデータファイルを何遍も何遍も使い回ししたいですよね。で、僕一回初心者の頃、これを作ったばかりの頃ね、ちょっと迷ってしまったんだけど、仮にじゃあこの曲ではなくて次の曲を入れたいと言った場合にですね、次の曲を入れます、で今の曲を消します、で新しい曲にしたいんだけど、新しい曲をただ配置しただけではオーディオスペクトラムは動きません。そういった場合はもう一度このねオーディオレイヤーのところで新しく持ってきた曲を選択して紐付けてあげる必要があります。ここだけねちょっと僕は迷ったとこだったんですけど、これをやってあげれば、まあ、次の曲にするときにねオーディオスペクトラムと音楽が紐付けられるよっていうことです。はい、ちなみに今の曲はシティジュースという曲で、こちらの方も YouTube の方ですでに発表してます。再生リストの方はローファイマジックの方に入ってますかね。よかったらチェックしてみてください。というわけでございまして、いろいろと宣伝も交えながらですが、今日はアフターエフェクツを使ってオーディオスペクトラムを作ってみました。もしねよかったら作ってみてください。それではまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。